情報は明かされてるんだけど、その明かされてる情報に嘘がありそうなのがロッキーポート事件とゴッドバレー事件なんだよな。なんかこの事件とこの事件がリンクするんじゃないかっていう話が結構出てるじゃないですか。エッグヘッド事件とゴッドバレー事件、エッグヘッド事件とロッキーポート事件で、私の中ではエッグヘッドとパンクハザードっていうところなんですけど、これをなんかこうどう考えるかですね。何もかも繋がってはないと思うんですけど、でも箇所箇所繋がってたりもするからな。ロッキーポート事件もゴッドバレー事件ももうめちゃめちゃ重要な、まだ謎が残ってる事件じゃないですか。だからこそ考察の要素にするのはロッキーポート事件事件分かってないのに、ロッキーポート事件とエッグヘッド事件って同じじゃないですかってなると、分かんないことを土台に予想するから、ついていけない人も多くなっちゃうみたいなね。パンクハザードってもう全部分かってるんで、この分かっているこれが採用されるっていうことだと、ああ、なるほどね、こことここまでは繋がってます。こっから先もこう繋がるんじゃないかができるんですけど、なかなかね、ロッキーポート事件もだって難しいっすよね。ゴッドバレー事件ほどじゃないんですけど、コビーが英雄と呼ばれるようになった事件。ローはそこで海賊の心臓100個っていうのが、それ多分ロッキーポート事件だよね。で、黒ひげとコビーはそこで顔見知りになってる。最終的には黒ひげが王直から蜂の巣のボスになるっていうのが、まあロッキーポート事件なんですけど、よくわかんねえじゃん、これね。なんでコビーが英雄になったら黒ひげが蜂の巣のドンになれるんだよっていうさ、意味があんまわかんないんだよね、まだね。で、ロッキーポートとかっていうところで、現実の史実で言うとポートロイヤルっていう場所があって、海賊たちの楽園みたいなさ、言われ方をしている、それこそ犯罪行為とか何でもありな港というか、そういう場所があって、それって蜂の巣の特性に近そうじゃん。海賊島蜂の巣って仲間殺しも耐えないロックス海賊団が結成された場所みたいなのもあるし、今現在最も海賊らしい海賊の黒ひげが本拠地にしていることもあるし、まさに現実世界のポートロイヤルっていうのが蜂の巣っぽいんだけど、蜂の巣とロッキーポートはイコールでいいのか、蜂の巣は蜂の巣であってロッキーポート事件っていうのがあって別として考えた方がいいのかもわかんない。ただなんでロッキーポートで起こった事件云々で黒ひげが蜂の巣でボスになれるのかみたいなね。まあ王直が衰退したってことなのかな、単純に。それがしかも黒ひげにとってはコビーが起因となってるというか、あの時ありがとうなみたいな感じだったっすもんね。黒ひげはお前のおかげで蜂の巣のボスになれたぜみたいな。いやわかんない。ここがだから情報改ざんもあるでしょうし、情報は明かされてるんだけど、その明かされてる情報に嘘がありそうなのがロッキーポート事件とゴッドバレー事件なんだよな。ガープは結局ゴッドバレー事件のこと話したがらねえとかって言ってて英雄になってるみたいな話じゃん。それで言ったらその分かんないもの同士、ロッキーポート事件とゴッドバレー事件がリンクしてそうな感じはあったりするんですけど、どうなのかという。いやここ難しいわ。もう一コマ欲しいわ4コマ漫画だとして。現実の史実とかっていうことで言うと、小田先生がポートロイヤルっていう現実世界にある港っていうのをワンピースで描きたいとするんだったら、まさに蜂の巣が一番うってつけな感じはするんですけどね。大将になる男です言ってたから、まあ、最終的にはそうなるんでしょうけどね。なんかまだまだ大将の赤犬に、まあ2年前ですけど、あれは攻撃されそうになって反撃することも別に避けることも、まあね、あれは立派だったんですけど、あっ圧倒的なるもう力の差じゃん。アリと恐竜ぐらいの。アリと恐竜ぐらいのその力の差を俺は埋めるんだっつって、コビは頑張ってるんですけど。死ぬよ。ガープの死を乗り越えないと無理そう。うわ、なるほど。そういう試練があるのか。マジでやべえほどの試練みたいなのを乗り越えて、めっちゃ強くなるパターン。いやー、なるほどな。王道だよね。ジャンプの王道って言ってもいいんじゃないの。クリリンのことか、ガープのことか。まあでもコビーが闇落ちとかは絶対にないよな。ご飯が殺されてスーパーサイヤ人になったトランクスとか、なんかいろいろあるけどね。それまで大したことないやつが一気に強くなるみたいなのは。あれもあったな。バガボンド見てる人、もう覚えてない人もいっぱいいると思うんですけど、盗賊の辻風公平だっけ、あいつがいろいろ経て愛を知り、最終的にはシシドバイケンとしてこう出てくるんですけど、あのぐらいのパワーアップ欲しいんだよな。辻風公平もまあまあ強かったけど、武蔵よりはもちろん弱くて、いろいろな地獄も全部見て乗り越えて愛も知り、シシドバイケンとして出てきた時の辻風公平、これマジで強えわみたいなさ。バガボンド面白いよ、めちゃめちゃ。お前辻風公平なのかいみたいなね。あのぐらいのパワー欲しいんだよな、なんかコビー。
ナンバー2がルフィの味方になる説ですよね。キング、カタクリ、マルコ、レイリーとか、その辺がほぼほぼもう味方って言っていい感じなんで。ってなるとベックマンとかも今後の展開でシャンクスと黒ひげが戦ってシャンクスが負けるってことを私は予想しておりますが、ベックマンとかは生きながらえルフィに加勢してくれるとかね、なんか展開がこうありえそうな感じがする。何もするなキザルはかっこよかったけど、ルフィからしたら第1話のベックマンのまま来てるし、頂上戦争では気絶した状態の時に来てるから合ってねえ感じだし、ベックマンが登場してルフィと話すとかさ、まあラッキールートルフィが話す、ヤソップとルフィが話すとか、もうその辺が描かれた時の熱さをこうイメージするだけでやべえですけどね。どうなるのか、まあ、シャンクスとはだから戦う展開にはどう考えてもなんねえよな、可能性ありえるんじゃないかっていう感じですよね。ナンバー2が味方になる説というか、まあ、黒ひげの2番手のシリューみたいなのはさすがにこっち来るのはなさそうですけど、とにかく小田先生はこのナンバー2かっこよく描きがちみたいなのはありますよね。今挙げたやつ全員かっこいいもんな。知的で頭が切れてルフィの味方をしてくれるみたいなね。作中で最初に3種類の覇気を使ったのはクリーク海賊団で、後に最強の覇気集団として登場し赤髪海賊団に代わる4校になる。花王色がクリーク、5000人の艦隊のドン、武装色が銀、鉄壁のパールの盾を破壊、見聞色がパール、身の危険身の危険と考えたのですが、先生はどう思いますか。これ真面目に言ってんのか若干ネタっぽく言ってんのかがなんか見失ってんすけど、俺途中からないんじゃないですか。いやさすがにないんじゃないかな。5000人の艦隊のドンでクリークの覇王色が匂わされてたって考えるのは早計な感じもするっすけどね。なんかそれこそ誰かが威圧して気絶する描写があるとか、立ちろぐ描写があるとか、なんかそういう描写が一コマでもあれば、あ、ちょっと覇王色小田先生この時から考えてたのかもっていう考えができんすけど、私の記憶にあるドンクリークは単純に恐怖で言葉と恐怖で人を支配するタイプの人間と思ったんで、威圧して気絶させてるとかはなさそうなね。来たかクリーク。まあパールの盾をトンファーみたいなのでバッチリ破壊したのは確かにねかっこよかったっすけど、であれがなんか手が黒くなってるとかさ、なんかわかんないけど、そこまではギリ、あ、確かにまあなくはないかなっていうところでまあね読み進めてたんですけど、最終的なその見聞色パールの身の危険っていうのがちょっとね、あいつ鼻血出たから身の危険って言ってただけでしょ。見聞色でもなんでもねえな。鼻血出て怒ってただけなんで、見聞色ではないかなっていうね。100歩譲って、クリークと銀がクリアだとしても、パールの時点であれなんで。で、あとは、純粋にパールがあんま好きじゃないっていうね、ところがあるんで、ちょっと、人の考察を否定することは、私は基本ないんですけども、ここは完全否定、させていただきたい。で、覇気っていうね、概念がなかなかむずいんだよな。これはちょっとネタとしてワンヒさんが言ってくれたのか真剣かまあわかんないですけど、マジで真剣に覇気っていう概念を小田先生がいつ頃構想し始めたのかっていうことを神木さんとかともお話しすることあるんですけど。結構後の方なんじゃないかっていうね、物語っていうのが膨大になっていくっていう様相を呈していった時に付け加えていった新たな設定なんじゃないかっていう。で、あの覇気で3000万はねえと思ったかっていう黒ひげがジャイアンのところでね言ったセリフが多分覇気っていう文言が最初に使われたところなんですけど、あの辺から構想があって、ちょっとずつ種をまいといて覇気っていう言葉を言わせるっていう、で最終的にはその覇王色とかで気絶するとか、エースの過去編で山賊たちを気絶させるみたいなエースの子供の頃の表現とか、もっと前のシャボンディ諸島のレイリーとかが、その辺でもう覇王色の覇気とか、で、あと見聞色武装色っていうのもマントラとか、その辺ぐらいから考え始めたんじゃないかみたいなね。まあ人によってはいるんですけどね。それこそ第1話のところのシャンクスの金塊の主をひるませて出せたのは覇王色なんじゃないか勢もね、もちろん多くいると思うんですけど、私とか、まあ神木さんとかも含めてですけども、冷静に考えると、あの時点ではまだ覇気っていうのは考えられてなかったんじゃないか、派というかね、こんな感じですが、私はそっち派ですね。